皆さんこんにちは。最終列車で始まる恋、鈴木春役の飯島ひろきです。桜井真子役の熊田凛香です。今日はね、2人でちょっとゲームをしながら質問に答えていきたいと思います、うん、早速そのやるゲームなんですけど、はい、これですね。おお、ジェンガー。めちゃくちゃ久しぶりにやります。負けた方がね、ちなみに罰ゲーム。あら、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。すげえぬるっと始まりました。最初はグー、じゃあ9ポイ高校。高校。じゃあ、私先行で行かせていただきます。お気に入りのシーン。お気に入りのシーンはですね、電車に乗りながら、お芝居するところはもう深夜とかに電車をお借りして、なかなかできない撮影だったので、電車のシーンをぜひ見てほしいです。はい。わー、この魅力は、なんだろう、天真爛漫なところ。一番記憶に残ったセリフ、リニアモーターカー中央新幹線、技術推進本部ですね。あれすごく難しかったです。静かに。ちょっと変わってるところが。変わってるかな。おもろなところです。なんかこのゲーム僕結構いじられてたんですよね。今日とかもなんかそうですけど。うまくない？真ん中。あと、魅力ですか？はい。ずっと笑顔でいますよね。それこそその言ってた天真爛漫なこと。本当に喋れなくなるね。元気。現場で思い出に残っていること、レゴランドの撮影はすごく楽しかったです。まあ、初めて行ったんですけど、すごく楽しんだ一日だなと思いました。バレリーナです。バレリーナ。ちょっと危なくなってきたね。結構偏ってる。騙したこと、ついたことありますよ。ストーリーでちょっと嘘が今回メインワードになってくるんですけど、本当になんか可愛らしい嘘ですね。もらったチョコレートの数とかもらったことありますか？あ、それはね、僕あ、あるかな。あるかもしれない。恥ずかしいわ。移住、100万で移住できるかな。海の綺麗なとこがいい。おお、いいとこ行ったね。仕掛け。すごいことでした。過去ですか。あ、おい。そうですね。でもやっぱ中学とかちょっと久しぶりに戻ってみたいですかね。26歳なんですけど、結構もう周りの方もね。取り過ぎだね。いや、ちょっと聞いていただかった。喋っててもらって。いやどうぞ。ちょっと待ってくださいね。マッチ。おお。炎できたら良さそうだわ。火。受けたら。そうだね。気があるとね。今欲しいものは？今欲しいもの。電子レンジが欲しいです。ちょっといいやつ。料理とかされるんですか？料理、はい、結構します。今の質問じゃないですよ。質問来てからやりましょう。そういうことルール無視が。最終列車で始まる恋、日曜夜23時55分からメーテレにて放送。光 TV でもご覧いただけます。ぜひ見てください。バイバーイ。